スギちゃん、はい、今日は動画撮影お疲れ様でした。お疲れ様です。おかげさまで楽しく、はい、あっという間の6時間。あっという間でしたね。あっという間でしたね。いや高橋さんの動画をね撮れるとはですね、思ってもみず非常に光栄によろしくてよ。させてあげたのよみたいな、なんでこんな情報さまる。いや本当にすごくねちゃんとやっていただいて、今皆さんから見えてないかもしれないですけど、こことここにねすごいこう美白モードの綺麗ライトが実はあるんですよ。ついでに綺麗になっちゃってね、男の人なのでねいい感じだと思うんですけれども、今日ずっとね聞いてていただいて、何かここ良かったよねとかいいねとか思うようなシーンとかありましたか？そうですね、まあ、今回、まあ、本当に5、6時間ね撮って、うんまあ、一個一個撮っていったんですが、すごいなと思ったのは全部一発撮り、うん、どこのセリフもね何もどこから出てくるんだっていうぐらい、はい、まあ、とどめなく出てくると、滞りなくとどめがあったら死ぬ。よく喋れるなと。とどめがあったら死にますがな。やっぱりコンテンツ量もね、非常に濃いし、で今回このね書籍をね買われた方へのまあさらに詳しいね解説っていうこともあって、まあ聞いていて非常にこちらも取りながら勉強になりましたし、まあ本当にこの本を買われた方がさらにもっとこの内容を浸透させたいなっていう方にとっては非常に優れたものです。なるほど、まるで優等生のようなお答え。もう優等生だね。ありがとうございます。まあ今日1からね3まで取ったんですけど。はい、ここ2つ自分聞いててよかったなって思う1章から3章の中でトピック挙げるとどこですか？自分のもあるんだけど、自分のもあるんですよ。こうやって人のを見るんだってなぜやっぱり全部それぞれに素晴らしいなと思ったんですけれども、やっぱりスギちゃん一押し二押し、やっぱりそのまあ集客とかその辺自分自身も興味ある。第3章ですね。教室のためのインターネット集客の特徴というところで、まあ本編見ていただければ分かると思うんですが、その表面的なことではなくて、なぜそれをするのかとか、どういう順番でやるべきなのかっていうことが非常に分かりやすくね語られていたので、ここはすごく自分自身も勉強になりました。なるほど。とまあもう一つは2章。2章の方はまあ。実際に開業をするときに絶対押さえておきたいおかげ作りっていうので、私は開業を多分しないんだけれども、自分の別のことに置き換えて考えたときにやっぱりここを押さえておかないと途中でダメになってしまうんだなっていうのを感じたので、異業種でもちょっと勉強になった。なるほど、なるほど、そうですか。いい感じのコメントですね。ありがとうございます。はい、そうですね。まあ私もそうだな、今日喋ってて、まあ、この企画をね持ち込んだのは私なんですけども、一発撮りで撮りたいっていう、ね、要望はもちろんあったんですけど、まあ、本当にできるかなっていう部分でね、実は止まっちゃうことももしやあるかもしれないと思いきや全くなかったですね。の心配もならないって感じですね。このまま一気に今日全部取れるかもしれないっていう勢いが、さすがにちょっと喉が痛みそうなんでやめておきますけれどもね。はい、非常にね楽しい感じで。はい。さっきからちょっと気になる、この棒のようなものは何なんですかね。よくぞ聞いてくれました。これですね。皆さん U.S.J. とかってね行ったことありますかね。スギちゃんある。U.S.J. にハリーポッターのこの杖ばっかり売ってる店のお土産物屋あるの知ってます？あるんですよ。で、そこで50種類ぐらい売ってるのかな。はい、で、通常はやっぱ一番人気やっぱハリーポッターの彼の杖とか、ハーマイオニーの杖とか。まあいろいろ悪者の杖もありますよ、あるけど、まあ、そこら辺がまあ通常人気なんですね。でこれなんかね珍しい色でしょ。普通は木なんですけどメタリックな感じので、唯一なんとかプロフェッサーって悪い方の人じゃないんですけど映画にはあんま出てこない、なんかナメクジを模したような、だからこれちょっとナメクジっぽいですよね、こんな感じで。でその杖をねまず買ったんですよ。で何のために買ったのか何のために刺すこうやって違う刺し棒がね欲しかったんですよ。これここがねすごいとんがってるじゃないですかね、ここがね。でいわゆる文具店で売ってるこういう銀のやつビヨーンって伸ばして先端が白いやつ、あれは私のこうテイストに合わないね。でこの先端が細くてシャープで綺麗で、でもこれ買いに行ってもねないですからね。こんなキラキラしているこのデコは後からやってます杖が 5,000円、デコ 8,000円、総額13,000円の刺し棒。おかしいですね。だからこれで、刺されるわけですよ皆さんね。刺されるじゃない、解説とかね。であとこれ地味に便利なのが、ネットの方のワードプレスとか教える時に今 Windows とか10とか触るとダメなやつあるじゃないですか。でうっかり後ろから教えてでこことか言うとピッて画面が変わっちゃうのを防ぐためにこれでここって刺すと手で触んないから動かないので、そういうとこでもね重宝してて、若干みんなのテンションが上がる絵を見るのもいいかなと思って、そんなところもこだわりの一歩です。それであったわけですね。そうですね。はい。今日も活躍しましたけれどもね。でも刺されるから刺さない刺さないはい。なんでまあ今日はこんな感じで3本終わりましたけど、また週を置いて4、5、6。毎週ですね。どんだけこういいんだみたいな、お前たちみたいな感じですけど、頑張って撮影していただいて編集をよろしくお願いします。ということで皆さんまたこんな感じで魔法をかけちゃうよ的な感じで、また456終わったらこんなしょうもないくだらない動画もちょっと撮ってみたいと思いますので、どうぞお楽しみに。はい、手振って。手を振らせて。はい、以上です。